木ファイルです。安倍晋三と安倍昭恵を豚箱に。赤木ファイルめくり、1ページ目を。私たちは安倍晋三を豚箱に送る小学生救国団のメンバーです。さてと1ページ目にあるのは。籠池です。天皇陛下参拝の小学校を作りたいんです。安倍昭恵です。素敵、好き、好き。籠池です。小学校の名前決めてあるんです。安倍記念小学院です。安倍昭恵です。素敵、好き、好き、好き。国民を戦争に送る、そういう小学院を作れますか？籠池です。日本で一番の右翼の、いや、極右の小学校です。戦争に強い小学院です。安倍記念小学院は安倍首相完全服従の子供を作ります。安倍昭恵です。素敵、好き、好き、好き。小学院を作るのにいくらお金を欲しいんですか？籠池です。日本で一番の右翼の小学校ですから8億円はかかります。わずか8億円です。安倍昭恵です。素敵、好き、好き、好き。値を安倍記念小学院の名誉校長にしてもらえますか？籠池です。安倍昭恵名誉校長、いいまあ、いいですよ。わずか8億円です。安倍昭恵です。素敵、好き、好き、好き。協力して8億円を不正して用意しましょう。私たち小学生救国団は安倍晋三を豚箱に送るまで頑張ります。